青森県の大間マグロのブランドで知られるクロマグロをめぐり漁業者と共謀して漁獲量の一部を県に報告していなかったとして仲卸業者の社長2人が漁業法違反の疑いで逮捕された事件で未報告分のクロマグロの大半が静岡県内の市場で別の魚として卸されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 いずれも青森県大間町の中卸業者の社長の新田忠明容疑者、47歳と佐々木和美容疑者、61歳は漁業者と共謀しおととし7月から9月にかけて合わせて18トン余りのクロマグロの漁獲量をそれぞれ県に報告していなかったとしてきのう漁業法違反の疑いで逮捕されました。 警察が未報告分の18トン余りのクロマグロの流通先について捜査を進めたところ、その大半が静岡県内の市場に卸されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。その際、クロマグロではなく別の魚として卸されていたということです。警察は、県に報告していないことが発覚し発覚しないよう偽装していた可能性もあるとみて、詳しく調べています。